どうも、淡路のきのこ屋です。食菌から60日目、今日はこの袋を上にかぶせる新しい管理方法の経過を見ていきます。見ての通り中の湿度は 98%、 上の方は結露しています。ところが原木のある下の部分は常に乾いているので、椎茸菌、カビともに特に変化はありません。この間に椎茸菌は木の中心に伸びていきます。とは言っても上の方の空気が淀むようなので、時々換気する必要はありそうです。逆パフパフですね。はい、今日は以上です。149日後に浸水して椎茸を出す予定なので、どうなるんだろうと気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。あとグッドマークをポチッとしていただけたら、僕たちと木のみんながハッピーです。質問はコメント欄へどうぞ。ではまた。